こうしとけば黄色くなる。こうしとこう。はい。ああ、今日何回目の配信だっけ？ちょっと待ってね。はいはいはい、ちょっと待ってください。じゃ、めっちゃ忘れてるじゃん、怖い自分。今日は12月初めてです。まずイエーイ、今日12月初めての配信です。皆さんやったね。で、今日は12月の2日、95回目です。おー、あと5回、95回目の配信です。イエーイ、やったー。はい、12月になりましたね。早いですね、時間が過ぎるのは本当にっていうやつね。あと5回、あと5回ってすごいね。100回まで、感動、自分的には感動です。はい、今年94回配信し連続じゃないですよ、全然連続じゃないんだけどね。一応今のところは誕生日で100回配信にしようかなと思って生きてます。そう、止まってた。100回目に誕生日配信は厳しそう。いや、厳しくない、厳しくないよ。私は誕生日に100回配信したいんですと思って生きてるの。だからあと5回でしょ、てかあと4回でしょ、誕生日までやるとしたら。いけるよきっと、4回でしょ、できるよね。できる？できるかな、4回、できる？ちょっと心配になってきちゃったんだけど、できるよね。意外とそうだよね、そうだよね。ちょっと待って、明日配信できるかな。明日配信できたらしますね。うん、まずもう言っとく、もうね、宣言しないとちょっとやらなくなりそうな日がありそうで怖いから。明日は痛い、配信できたら、いてててて、配信できたら配信します。明日、明日ね、明日できたら配信する。で、だってメイカースモールワールズ、あと4回か。1 2 3 4 3 4、いや、いけるんじゃない？多分いける。多分いけるよ。いけるいける。よし。日数的にはいけるからね。そうね。そう。ということで。そんな感じだね。今日はもうね。メイクするのが本当にめんどくさすぎて、信じられない発言なんだけど、ちょっと女の、もうとりあえずリップに色つけときゃなんとかなるかなと思って、そう、しっかり色塗っといた。そう、100回目できる服別に言うぜ、そんな100回だから、なんかパーティーみたいな服着るつもりもないかも、わかんないけど。違う、全然考えてないわけでもないけど、でもちょっとどうしようと思ってて今普通に。そう、どう思います？皆さん逆に、どうしたらいいどうしたらいいとか言って何してほしい、なんか暗い、ちょっと待って、ちょっと一瞬止まると思うんですけど許して。うん、言うて変わらなかったね。うん、画面の明るさ変えたけど言うて変わらなかったかもしれない。ただ自分の見え方が変わっただけかも。そう、
なんでぬいぐるみ持ってるの。じゃあさ、なくなるとさ真っ白になっちゃうんですよね、寄ると。そう、だからちょっとぬいぐるみで光飛び防止。そう、なんかありますか皆さん。別に100回配信の時だけじゃなくてもいいんですけど、まあ残りもあと言うて100回目も合わせて5回で100回達成なので、まあ別に残りの日数も何かしてもいいかなと思いつつ生きてるので、何か逆にしてほしいこととかがあれば全然やろうかなと思って生きてるんですけど、私。そう、そうなんですよ。なんかあります？コラボ配信。いや待って、え、一人で一人ゲームするのやばくない？それめちゃくちゃやばくない？一人で一人ゲームする。コラボ配信も意外と多いのか。英語禁止？え、英語禁止とか余裕だけど、それ大丈夫？逆に英語禁止なんてさ、だってさ、え、そんなん大丈夫じゃない？だって英語だよみんな。英語禁止なんてさ全然できるんだけど、全然できるんだけどとか言って、うん、いや余裕ですよ英語禁止。じゃあね、スペイン語禁止。うん、安心して、多分一言も喋れないから安心してよ。いや本当に試してみる。あ、いいよ。じゃあ今日は英語禁止で今からショールームしたいと思います。あえ、まだ始まってないでしょ。まだ始まって、これから始まるんだよね、これってね。そうだよね、これから始まるからね。もう全然大丈夫大丈夫。今のは違う、あのそういうさ、最後の英語だから、ちょっと最後の英語を楽しもうかなと思って言っただけであって、全然全然今まだ始まってないんでね。はい、まだ始まってないんで、はい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 。じゃあ行きますね。待って、私のその掛け声までは言っていいでしょ。その掛け声言った瞬間から本当の始まりってことでいいんだよね。 OK OK 行くよ。では行きます、よーいスタート。はい、大丈夫大丈夫、全然大丈夫大丈夫でしょ。そう、最後の英語は今の掛け声、掛け声が最後の英語で、今から英語禁止がスタートです。そう、大丈夫だよ、全然大丈夫。いや私がそんなできないことなんてこの世にないから大丈夫、安心して本当に。うん、そう、今から日本語縛りでいきたいと思います。そう、え、だから、ね、言ったじゃん、この掛け声は、掛け声までは大丈夫なの。あれえ、ね、だから大丈夫、いい、ん、大丈夫だよね。私なんか言った？え、もう怖いよ。なあ。そう、そう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 。うん。言っ、うんうん。ね、みんな何も聞いてないよね。うん、私も何も聞いてないし、ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、ね。そうそうそう。大丈夫、全然大丈夫。ね。うん、何か皆さんこの口紅何色なのって、うん、分かんない、赤に白足した、赤に白足した
色、赤よりの、赤よりだけど白足した色、うん、お話し会どうだった？楽しかったですよ、めっちゃ楽しかった。ちょっともう怖いな、全然あの、はい、うん、誕生日配信何するね、何しよう、何しようかな、うん、桃色だ、桃色だ、待って怖いよ、無理、もうという言葉禁止って来てるんだけど、それ私の口癖だよね、それ私の口癖、みんな本当にやめて、怖いな、あ違う、だからさ、えそれは禁止なの、ダメなの、ちょっとわかんないな、わかんないなみたいなね、うん、うん、あのね、今日は緑色のえっと目に入れる、なんていうのかな、目に入れる視力を手助けする、ね、あの視力を手助けしてくれる、なんていうのかな、ガラポンしたいなね、うんうんうん、ガラポンしたいよね、うん、そう思わない？ね、思うよね、私もそう思うわ、うんうんうん、そうそうそう、そう、目をね、そう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 、メガネ、うん、メガネみたいな、うん、そういうのね、うん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 、視力を良くしてくれるガラポンあるならめっちゃしたいね、私もしたいわ、そういうガラポンね。ねえみんな、ねえなんかありますか、全然何でも、質問とか募集してますので、はい、度あり、あそう、度あり、目がね、視力があんまりよろしくないから度ありです。あガラスはセーフだって、なんだよもう、避けた意味、避けた意味、そう、6日のお仕事、ああそう、6日はうんと6日は小さい世界、小さい世界複数形の、小さい世界複数形英語バージョンのところで、奥原ひな子とね、一緒に、なんていうのかな、司会をします。はい。この、なんていうのかな、なんていうんだろう、これ。なんていうのかな、これ。え？何？私ない。え？いつ言った私それ？え？ちょっと待って、いつ言った私そんな言葉、言った、え言ったかな今、え言った、いつ言った、え？え言った私、え？どこで？難しいね、ちょっとやめよう、はい終了、ちょっと待って、終了終了、ちょっと待って、えこんな難しかったっけこれ、あれ小さい国の英語バージョン、あ本当だ本当だ、普通に言ってるね、普通に言ってるわ、複数形バージョン、普通に言ってるわ、いや普通に言ってるやん、ちょっと
ちょっともうどういうこと本当にねえ。もうじゃあさ、英語だけで喋るとかだったら逆にできるけどさ、だからやっぱ日本語の中にこう入ってきてるんですね、こう軽く。和製英語っていうのは何、そういうのがってことだよね。やられたわ、やられた。政府も言ってた。じゃ全然自覚ないわ、全然自覚ない。ちょっとびっくりね。英語だけはできてるから。そう、英語だけはできますもん。できるんだよね、それが。ただ喋れなくなるだけ。調べていいんだったらもういくらでもあれするけどね。うん、日本語禁止が見たいですだって。やる、やるか、日本語禁止やります。よし、じゃあ行きましょう。それはできて、できてないのかな。いや、いい。ちょっとね、何、それは配信が成立しない。なんでさ、みんなそうやってさ、そうやってさ、そうやってさ、本当にさ、そうやってさ、本当よくないよね、みんなさ、ね、何語で話すの。英語なんでみんなそういうこと言うのね。わかっ、こっちにはね、今ね携帯があるんだよ、知ってた。いくらでも調べることなんて可能なんだからね。私はね、もうね、すぐにね、英語を検索できるようにね、 Google のやつ、これもうあのあれしてるんだからね、設定ね。あれしてるんだよ、私は。うん、そう、私には相棒がいるんだよ。みんな調べるの禁止。あれは本、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 ちょっと待って、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 よいしょ、ちょっと待ってね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 。どうだ、あった、にょにょ、ててててててて、て本は本、本はあり、本、単語の本あるんですよ、私。でもつなげ方わかんないつなげ方わかんないんだよね。うん、そう、つなげ方わかんないんだけど、あり、あり、それあり、あり、みんな、そう、あり、お、よし、じゃあ始めようか。いいよ、そこは適当でね。じゃあ携帯は使わない。携帯はやっぱずるいもんね。も単語帳だったら、単語帳っていうかさ、この単語の本、ちょ、これお下がり、お兄ちゃんからのお下がりだからさ、めちゃくちゃ使い古されてるんだけど、ちょっとだったらいいってことだもんね。 OK、 任せて。ありよりのありだよね。よっしゃ、行きましょう。行きます、行きます、よーい、スタート。クエスチョン、クエスチョン with me、 come on、 come on baby。 うんうん、Oh, my name is 田口真中。 Hello, everyone. Hello, how are you? I'm fine. I'm happy. Travel.北海道。
Going to Hokkaido. Oh yeah. What do you doing now? Why? English. Oh no. English. Oh no. Oh. Ouch. Ouch. Help me. Help me. No. Ho. Help me. Live. Japan. Mm. Brother, 1, 2. Brother 2. Brother 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Do you like banana? Oh, like. I like banana. I like banana. Oh, nice. Very good. Why Japanese people? Help me. Do you like ramune? I like ramune. Minami, friend. Minami. Sato Minami. I love you. My friend. Help me. English. No, thank you. Help me. Evidence. What is your target? Focus. Memory. I'm memory note. No. Oh no. Issue. Thank you, Taguchi. Help. Likely. Possible. Patient. I'm patient. No. The end? Oh yeah, the end! はい。無理。ちょっと待って。あれなんでこんなに英語喋れないんだろう私。あれ私の学力レベル中 1? どういうこと、中1で世界止まってるね。ちょっと誰か助けて。何どういうこと、
や本当にすいません、全然まともに会話すらできなかった。はい、ごめんねみんな、もうごめんね、あごめんね以外の何も、あごめんね、うん、いや本当に、いやね、ね、ね、うん、そういうこともあるよねみたいな、うん、そう、そういうこともあるよねみたいな、思ったよりね、うん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 、全然意味わからなかったんです、はい、日本語やっぱちょっとダメなんですよね、そう、ごめんね、違うの、日本の。で英語できる人はね、もう同級生なんかみんな英語できるから、違うの、私がただただできないだけなので、私はもう英語があまりにもできなさすぎて、今一番ドラマとかで興味がある韓国語を、ま、もう先に学び出してるからね、はい、それが真実以外の何者でもないから、はい、そう、もうね本当にね、やっぱねこのね怖いよね、英語から避けて生きてきてる人生って本当に、うん、避けては通れないのは知ってるんだけどね、うん、全然知ってるんだけど、まあ今久しぶりに単語帳開いたよね、うん、久しぶりの単語がいっぱいあった。 Even Yet ね、うん、ねえみんな、英語はダメだったか韓国語言っとくだからさ、違う、違うんですよ、英語って世界共通言語じゃないですか、わかる？でもさ、だってさ、韓国語私がさ、だってさ、じゃあもうさ、私が雰囲気でさ、なんかさ、言ったらさ、みんなさ、それじゃあ韓国語ってことにしてくれるのかい？おう。だってみんなもわかんない人はわかんないでしょ、韓国語。そしたらもう私多分一生続くよ、それ。ああ、いいんか？おう、いいんか？いいんか？一生続いちゃうよ、そしたら私。あと、携帯とちょっと使えば。携帯携帯とちょっと使えば、あ全然続くけどね、うん、みんなが思ってる以上にね、ねえみんないいんか、いいんか、煽ってない、煽ってないよ、煽ってないよ、煽ってないよ、違うよ、だってさ韓国人呼んでくるよって、何友達いるんですか、友達に呼んできて、じゃあよく吐く、ずっと呼ぼせよっていういや、うん、呼ぼせ、いや呼ぼせ、こういう時の呼ぼせよでしょ、違うの、呼ぼせよね、うん、いや違うの、違うんですよ、私違う、携帯のメモにメモしてるの、だから携帯のメモだったら言えるもん、うん、なんでプーさん持ちながら煽ってない、ごめんね、ごめん、煽ってないよ、そう、煽ってないです、あ発音がいいだって、私、みんな私の呼ぶせよ真似して、ほら呼ぶせよ、呼ぶせよ、呼ぶせよ、ほらみんな真似して、私の呼ぶせよ、ちゃんとダメだよ、私の呼ぶせよは発音いいんだって、みんなね、聞いた、みんな私の呼ぼせは発音いいんだって、そう、私だって数だって数えられるもん、数数えられるんだからね、みんな、昨日じゃないな、ちょっと前にですね、聞いてください、これちょっと前にですね、なんか韓国語で数を数えようみたいのを見つけて、で数を数えられるまで何、数を数えれるまで寝れないっていうゲームを一人でしてたんです。だから数数えられますよ、私、いきますよ、いきますよ、ちょっと聞いてください、10までしかできないけど、10までしかできないけど、聞きます皆さん、私が頑張って寝る前にマジで30分ぐらいかけて覚えたやつ、聞く、みんな聞くね、どうする、どうする、そうでは知ってる韓国語を披露しますはい、スタート、お、いきますよ、いきますよ、ハナトゥーセーの方じゃない方、いくよ、イルイーサンサーオーユーチェルタルクーシ、ほら、わかんないでしょう私もこれ合ってるかわかんないからね、みんな、みんなこれ私も合ってるかわかんないよ、ちなみにね、うん、ね、そう、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ほらね、素晴らしい。これですよね。違う、本当に大変だったんだよ、これこれ本当に大変だったんだから、もう待ってね、もうね、もうね、布団入ってるんだよ、お布団に入りながらね、こうやってね、こうやって合ってるよって、ほらみんな合ってるってコメント欄見て、私ちゃんとね、こうやってね、お布団に入ってね、こうやってね、こうやってなってて、もうずっとね、ここでね、こうやってね、音を流してね、いる、いい、さん、さ、お、ゆ、ちゅ、たる、く、し、いる、いい、さん、さ、お、ゆ、ちゅ、たる、く、し、ずっと言ってたんだから、本当にずっと言ってたんだよ。もう、痛い痛い痛い。本当に。そう、超大変だったんだから、もうね、寝れなくて寝れなくて、もう覚えられないから。そう。もう頑張ったんだよ、私、本当に。何をどうやって、いや本当に本当に海兵隊の鍵海兵隊の掛け声は海兵隊の掛け声はあのね、ハナトゥーセーデタソヨソポンくらいまでしか言えないよ。だって数、そこまで人数の数しか数えてないからさ、ヨソポノック。そうそう、だから何のために数字覚えたの。うん、それ聞かないで。うん、一番覚えられそうだなって思ったから覚えただけなの、私。うん、そういうことやめて、やめよ、そういうのね。うん、もうね、数数えられて損ないじゃん。だってほらね、これくださいみたいな、これ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  L-E-3-3-O-U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  みたいな言えるやんね。ほらみんな、どうよどうよとか言ってもう、そう、連続じゃなくても言える。いや、微妙微妙。ちなみに11から聞く、何も知らん何も知らん、何も知らないよ。そう、7は9。はい、これこれやればいける、これやればいける、私これ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 やればいける。うん、英語で数えられる ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,12,12 あれあれ、うん、数字は英語でも伝わる。うん、否めないね、それ否めないね。そうだね、確かにそれはそうだね。うん、いや、むしろ英語喋れたらどこの世界でも通じるよね。うん、それはそうだね。うん、確かに確かに。うん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 。見て。20,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 
20?20 危ないよ。やめて。うん、そう、20は最高難易度ですから。そう。ねえ、みんな。そう。なんか、中国語とかさ、あとなんだろう、まあ、スペイン語とかもね、喋れるようになりたいと思って生きてます、私は。だから。そう。そうだよ。英語がね、できたら本当に何よりもハッピーなんだけどね。ハッピーハッピーね。英語どうやって覚えるの、みんな。英語だけが本当に覚えられない。外国の友達いないです。そう、いないいない。そう、中国語頑張ったら、中国語も喋れるようになりたいです、私。うん、英語、韓国語、中国語が喋れたら頭いいなって思いません？ね、だからそうしたいなって思って生きてるよ、私は。うん、英語覚えた方がよろ。じゃあ、なんか私多分英語の字が苦手なんですよ。はっはっていうね、もうはっていう発言ね。うん、あのさ、英語ってなんか難しいじゃないですか。ABCD、 あのアルファベットさ、めっちゃ入れ替えてさ、すごいいろんな単語出てくるじゃないですか。だからちょっとね、そういうこと、どういうこと
そういうこと、そういうことなんですよ。そう、手話とかもね一時期ちょっと覚えようとしてたんだけど、なんだっけ、今日は来てくれてありがとうとかぐらいしかできないんですよ私のね能力の悪さ。あと何かな、なんかあったっけな。そういうことしか全然できない。そう、でもほら韓国語とか中国語は英語じゃないじゃないですか、アルファベット使ってないじゃないですか、だから覚えたいなって思えるっていう、もうね全力アルファベット回避。そう、手話合ってるね。おー嬉しい、よかった、合ってて。なんか一時期手話めっちゃ調べてやってたんだけどな、ちょっとなくなった、どっか行った、最高。うん、あった。私がちょっと待って、あ、音がない、これ何やってるのかもわからない、音ないから。たくさんだ、会えて嬉しい、久しぶりに会えて嬉しいってやってる動画で、久しぶりに会えて嬉しいってやってます。そう、動画撮って覚えた方がいいかなと思って、自分で動画撮って覚えた。今日は来てくれ、今日は来てくれてありがとう。あとなんだろう、今日はたくさん話せて、会話なんて言ってんだろうこれ、今日はたくさん話そうって言ってます。そう、手の形をノートとかに書いてなかった、書いてた、そう書いてました。そう、ノートにも書いてたんだけど、なんか結局なんかノート忘れちゃいがちで、だから携帯に動画でやってる。そう、今日はたくさん話そうってやってますね。とか全部これぐらいしかないです、本当にこれぐらいしかないから、ちょっともうちょっとレパートリーを増やせるようになりたいなと思いながら生きてます。はい、そう、難しいことからするのがメンタルに、うん、否めないね、とても否めない。全然身についたら、いや身についてないよ、全然わかんないもん、もうねダメなんだよ私、勉強苦手なんだ、でもやりたいという気持ちはある、少なからずっていう状況。そう、そうなんですよね、やばいよ。そう、使わないと忘れる、うん、そうだと思う。そう、苦手でキシ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 ャね。そうだから今はもうとりあえず韓国語と思って本も買ったんですよ。私本も買って、なんか覚えやすい本みたいなのがあって、本も買って、ハングルが読めるようになる本っていうのを買って、そうで軽くなら読めるようになったんだけど、でもまだ最後まで読み終わってなくて、この本自体がまずダブルパッチムとかが全然ちょっとまだ読んでないからわかんないんですよね。でもやっぱね、ほら、あの興味が出てきたものからやっていくのもありなのかなと思ってね、みんなみたいな、ね、みんなみたいな。髪の毛切った、そう、ちょっと前ですけどね、髪の毛も切りました。そう、まなかちゃん地頭はいいから、いや本当にそう、まなかちゃん地頭はいいから、そうそうそう、韓国は読みはすぐに覚えられる、そう覚えられるんですよ韓国語。私人の名前韓国語で書ける、多分大体きっととか言ってとか言って、ただあの単語とかは何一つ書けない人間です。こんにちは、ありがとうございます、ありがとう。でもね、ちょっと聞いてください皆さん、私が
頑張ったから褒めての回なんですけど、いいですか？いいですか？とか言って、いいですか？とか言って、そう、興味あるものからやるのが大切だからね。うん。頭いいけど飽きっぽいだけで、あ、本当にそうそうそう。どうぞ。あ、ありがとうございます。あのね、韓国語を少しでも喋れるようになろうと思って、だから。韓国語をハングルで書いて、カタカナで読み方書いて、意味書いたのをね、そんなに数は多くないんだけど、あ、ごめん、全然明るくて見えなかった。ほら、見て、こんな感じでね、こうやってメモしたんですよね、握手会の前日に。お話し会だ、お話し会の前日にそう、ありがとう、みんな褒めてくれてありがとう。そう、いっぱいいっぱい書き出して、そう、うわ、天才だって、わあ、嬉しい、みんなが褒めてくれて。何これ、本当にいい、いい人、みんなみんないい人、みんないい人だね、本当にありがとう、ありがとう、みんな本当にありがとう。活用できたの？できたよ、結構ね、覚えましたよ、書いてると、やっぱり。うん。あと、なんだっけ、囲碁とか、チェ語、クゴとか、なんか、これとか、なんか、それとか、囲碁ぬん、これはとか、軽くだけど、そう。覚えた。今度、全韓国語だね。しか喋れません、本当に単語しか喋れません。現代語、現代語です。そう、コメントの韓国語読んでみて。違うんです、あのね、だから、ちょ、聞いてくださいよ、聞いてください、これちょっと聞いてください、ちょっと皆さん聞いてください。違うんです、じゃあね、こういうのさ、読めるじゃないですか。いや、読めるとしてもね、違うの違うの、聞いて聞いて、違うの、あいう、違う、なんかあいうえおみたいな感じなんですよ。だからね、読めないことはないんですよ。でも読んでも、その単語の意味がわからないからさ、意味ないの。わかる？みんな。わかる？みんな。わかって？みんな。ねえねえ。そう、単語の意味がわからないの。だからわかんない、読めても。そう。そういうこと。そういうことなのよ。そう。そう。でも、ヨットだから、だ、うん、た、これたでも読めるのか。たぐ、ん、たぐち、まあなかって書いてある。あー、読めた読めた。あー、偉いね、私。読むのに時間かかる。読むのにも時間かかります。はい、こんにちは。はい、読むよ。待って。なにぬねの、なにぬね。ねー、な、ね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 なか。ねなか。なにぬねなか。ねなか。待って、ちょっと待って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 、ちょっと待って、ちょっと待って、さあ、ねなか、さ、さらん、さらんへ、さらんへって書いてある。あ、読めた。違う、だってまなかじゃなかったんだもん。ロト、ロト、私だってロトだもん。ロト、だって私ロトだもん。だって寝なかって、寝なかって書いてあったんだもん。違う、聞いてください、本当なんです、誰か信じて、本当なの。違うのね、本当だって、信じてって、誰か、誰か信じてね、誰か信じて、本当に寝なかって書いてあったのね、本当なんだって。マナカってロトレトモトっていうの、ロトレトモト、みんな覚えて、マナカって。ちょっと待って、はい、待って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 、はいはいはい、見てこれ、田口真中って、見て、これ、ロトレトオートって、ロト、ロ、あ、これ、これ、これ田口、これ田口真中って、ロトレトオートって書くの。みんな、見て、違うの、違うの、違うの、ねな、ねなかって書いてあったんだって、本当に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 、あの、れ、れにね、このね、この棒に、これに、あの、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、待って、待って、マジ、本当に待って、ちょっと私が今から、どうやって書いてあったか書くから、ここに、ちょっと待ってて、みんな。悔しい。ちゃんとハングルの、あの、これもあるんですかね、私、これ、ほら、ちょっと待ってね、なんて書いてあったか私が書くから、今から。
間違えた。ささ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 さララ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 はひふへ。ほらちょっとこれでもわかん単語わかんなかったらわかんないけどさ、じゃあこうやって書いてあったんですよ。ねなかはまいまなかだって。どういうこと？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 もうわかんない。いや外国語って難しいですねやっぱり。なんかでも日本語が一番難しいって言いますけどねみんなね。ねなかは私のまなかという意味。あそういうことなの。じゃあほらほらみんな合ってたよ私のねなか。ねなか合ってた。ねえねなか合ってたみんな。みんなねなか合ってた。聞いてみんなねなか合ってた。ねなか合ってた。合ってたじゃん合ってたじゃん。やっぱ私って頭いいな本当に。なんでこんなに頭いいんだろう。もう困っちゃうねみんな困っちゃうね頭良くて読み方だけ分かってるから実力通りだな。うん本当にそう本当にそうね。あ天才だって。あじゃあ私が韓国語で天才をなんて言うか教えますね。ちなみに英語で天才はなんて言うかわかりません。調べましょう。ちょっと待って調べます。天才え音聞こえない。ジーニアスジーニアス I'm ジーニアス I'm ジーニアス I'm ジーニアス。違うの違うの。 I'm genius ですよ。 I'm genius。 ちょっと待って韓国語で天才ちょっとわかんないわ天才だねだったらあるけど天才っていう単語一つはなかった。チョンジェ私チョンジェって本当意味わかんないね。ね。ビルドジーニアス。ビルドジーニアスフォーム。なんか仮面ライダーじゃない？それ大丈夫？うん。ロトレトウォト。ロトレトウォト、これ韓国語ですけど何かわかりますか？マナカ。なんて。そうあーね天才天才天才ジーニアスジーニアス I'm genius I'm genius ねみんなこれめっちゃいいこと思い出した。思い出したとか思いついた。これさ私がこれさ私がさこれはこれちょっと待って今すごいいいこと思いついたから。あこれは私のテスト勉強みたいなやつですね。名前読みます。ちょっと待って。キうんまみみさしすせそみそみそうんと待ってね。ラうん見えない待って。ラリルレラ、縦、横だから、ラリル、うん？みそ、うん？みそ、まみ、みそ、みそら、みそらん、みそらむ。いい。あ、これ出た。この、まだ私が習ってないところだ、これ。この、なんか二つ、パッチムみたいな、パッチムがついてるやつ。
ラ、ラ、ラ、ラハ。で、これがね、なんだっけね、これね。これなんだっけ、この人じゃなくてさ、チ。うん。チ。んじ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと悔しい。ちょっとさすがにこんなになんかさ、ちゃんと私にしてはまともに勉強してたのに、なんか読めないのが悔しいから、ちょっと今調べます。ちょっと待ってください。ちょっと待って、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 本当に待って、本当に待って。悔しい、悔しい、悔しい、悔しい。英語、英語ではここまでできなかったんだから、スウォッチの巣だ。あ、スウォッチの巣。ち、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 ちま、チマム、チマム、チマム、あ、あよ、チマムあよ、アットマーク、く、く、が、か、が、か、か、か、わかんないんだけど、どういうこと？ねえ、どういうこと？誰か助けて、なんでわかんないの？私、勉強したはずなのに。なんでこんなにすぐ忘れちゃうんだろう、勉強しても。待って、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 待って。どこだ？どこだ？私が。ん？書いてないもんだって。ねえ、どういうこと？ねえ、私がさ、こんなに今さ、あなたをさ、求めてるのにさ、私これ今過去最大にあなたのこと求めてるの分かる？ねえ、ギョッ、あなたのこと今過去最大に私は求めてあげてるの。だからさ、ちゃんと私にさ、答えを教えてよ。ねえ、あなたのことを私はね、選んで、手に取って、レジまで持ってったんだよ。ねえ、思い出してよ。思い出して、私がレジまで持ってったあの日を。わかんない、誰か助けて、誰か助けて、あやなんが誤字したやつだから乗ってない。あ、そういうことなんですね。なるほど、カプサダン。はい、うん、どこ行った、うん、どこ行った、あれ、待って待って、本当にどこ行った、やばいやばいやばい、ちょっと待って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 、あれ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 、どこら辺、どこら辺にいたっけ、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。あ、いた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 、き、きさ、きさらりる、きさるむ、きさるむ、きさるむい、うん、辛ラーメンさんって誰かコメントで言ってた、味噌ラーメンさん、ありがたぐちです、こんばんはよ。うん、こういう時はね、もうね、やめるのが大切、やめるのが大切ね。そういうことってあるよね、みんな。腰が痛い、とても腰が痛い、腰が痛いね、本当に。そういう時もあるよねって。そうそうそう、こういうのはなんていうのかな、諦めるのも大切なんです、皆さん、皆さん諦めるのも大切なんです。ミソルイル、イルチマラヨさんでした。すいませんでした。ミソルイルチさん、こんばんはよ。聞いてください。聞いてくださいしか今日言ってない。ごめんね、みんな聞いてばっかりで。ごめんね。違うんです。聞いてくださいよ。あのですね、なんか、ありがとうってカムサンムニタグチだと思ってたんです。タグチはついてないです、本家は。なんか本家はカムサハムニダなんですけど、私はカムサハムニタグチがありがとうっていう、ありがとうございますっていう意味だと思ってたんですよ。そしたらね、カムサハムニタグチって感謝いたしますっていう意味らしくて、感謝しますみたいな。本家はカムサハムニダなんですけど、カムサハムニタグチは感謝しますって意味らしくて、どちらかというとありがとうってコマをよーらしいんですよ。え、どうしますこれ。どうします皆さん、これ結構問題ですよ。これは田口問題よ。これ田口どうしよう問題だって、駒尾よ田口みたいになってしまうよね。だからやっぱそれで言うと、やっぱカムサハムニタグチの方がいいですよねと思って、ね、
そうなんですよね。ね。そのままでいい？そのままでいいか。そっかそっか。日本語で言うと感謝しますみたいな。らしいんですよね。調べた限りだと。うん。概ね同じ意味だから、OK。あ、OK。OK らしいだ。OK らしいだとか言って。ちょっとすいません。どこの言葉か分かんない言葉出てきた。カムサは漢字で感謝になる。雰囲気合ってるから気づかなかったふりしとか。ああ、それがいい。カムサアメニマナカ。まだマナカって言っちゃった。間違えた。カムサアメニタグチ？カムサアメニタグチ？カムサアメニタグチに意味あること。違うよ。違うよ。待って。これは問題だよ。やめて。違う。カムサハムニだ。で、感謝しますって意味だから。やめて。タグチは私が勝手につけただけだから。やめて。やめて。やめて。これ私だってさ、これでさ、私のせいでさ、なんかさ、あのさ、普通にさ、なんかさ、もしもさ、このさ、これ見てる、ショールーム見てくれてる人がさ、あのさ、韓国の方とかとさ、話す機会があった時にさ、カムサハムニタグチとかさりげなく言っちゃったらさ、日本で言うありがたグチって急に言われるのと同じだよ。やばくない？それ結構。それちょっとやばくない？普通に。急にさ、だってさ、日本でさ、なんかさ、あーこれどうぞみたいなの言った時にさ、あーありがたぐちですとか言われたら、なんでゴミにタグチついてんのみたいな、なんでってなってしまうでしょ。だからやめて、みんなやめてやめて、タグチに意味ないから、やめて、カムタカム、やめて、カムさんになんで止めといて、本当にちょっとそれはやばいから、ちょっと本当にごめんって、私がごめんだけど、いや確かにびっくりはされ、面白いって思ってもらえるかもしれないね。でもほら、だってちょっと怖くない？初めての人だったらなおさらさ、カムサハムニなんかありがたぐちですとか急にめっちゃ満面の意味で、あ美味しかったです、マシそうよ、カムサハムニタグチとか言われたら、え美味しかったです、ありがたぐちで、なんでタグチみたいな、タグチみたいになってしまうでしょ。だからやめてみんな。そう絶対田口さんなのかなみたいなテンションになっちゃうからね。そうそれは怖いから。こんちくわと同じ理論。ああまあ確かにそんな感じかも。そんな感じかも。そういうこともあるよねみたいなね。寒いですね本当に。なんか12月になった途端にすごい急に寒くなっちゃって、すごい困ってるんですけど、私寒くて、そう寒くて困ってるよ。寒いね、寒いですよね、めちゃくちゃ寒い。急に話題変える。しんどい。そう話題変えたんだよね。裏着も着てない。韓国語で田口に意味あるのかな、調べてみようか。よし、私はねもうね気づいたんです、何事も調べるのが大切だなと思って。だからもう疑問に思った英語も韓国語も全部調べるようにしてるんですよ。だからね多分頭良くなりますよ私。ないです多分。田口韓国語、あのただの書き方が出てきた、名字のないです。あなかった。もう頭いいやんね、頭いいんだよね私って。ちょっと寒いからエアコンつけていいですか。待ってこれ音うるさいんだったかったっけ、おっとっけやったっけ、どうやってやるんでしたっけこれ。もうやり方忘れちゃったんですけど、皆さんどうやってこれ音小さくするんでしたっけ、このあのブーなんか、どうやって、風量ね、オッケー、風量なんてあるっけ、あった、あ静かになってた、もともと
ついてるこれ。音聞こえますか皆さん。もう急に音が急に音が大きくなった。あ、これかこれか。オッケー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 。あ、静かになった。よかった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 。よし、オッケー。ああ、もうなんか誕生日が近くなってきて、最近なんかもう16歳が終わっちゃうなと思って、ちょっと16歳は16歳としてなんか16歳っぽく16歳にと思って、ごめんちょっと何言ってるかわからないんだけど、だからちょっとなんかさ、もう自分がちょっとなんか16歳、なんか17歳ぐらいからなんかわかるかな、なんか大人の階段登ってる感じで出てきちゃうじゃないですか。だからなんか16歳までかなって、なんかこう自分が好きなわやわやできるのってと思って、だからちょっと16歳はできる限りわがままに生きようと思って、残りはどうですか皆さん、どうですか皆さん。そう、花のセブンティーンだよ。もうあと10日、あと10日です。10、10、10、1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 待って1これ出てる指出してばいいじゃん1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、もう指で入っちゃうよ、どうしよう、あと10日しかない。はあ、そうだから、そうなんですよね。そんな急に大人になれる、わかんないけどさ、だからそれまでのもう残りの10日間はもう自分がやりたいこととかをもうただひたすらにやって、それを皆さんに温かい目で見守ってもらうっていうのをしてほしいしてほしいとか言ってわがまま、そうそうなんですよね。そうだから最近はもう外国の言葉を覚えたいっていうのを考えてるから、その話ばっかりしてるんですショールームで、ごめんねみんな、ごめんね。でも今日もちゃんとねショールーム始める前に勉強もしたから、私いい子なんです、今日いい子なんです、私そういい子なんです皆さん、そうそうなんですよ、そういうこと。そうから逆に言うと、これ韓国語をもう1ヶ月ぐらいでなんか軽く話せるぐらいになったら次のステップ進めるわけじゃないですか。ってことはもう私17歳の年天才になってしまうかもしれないんです。皆さん聞いてください、韓国語で16ってなんていうの知らないんです、私はい調べます。韓国語で16歳、天才誰が、え、私しかいなくないやめてよやめてよ、待って待って、シンミュクセイって言ってる。うん、書いてありますね。ちょっと待ってくださいね。猿で何歳らしいですよ。だから、
どこかな、ヨルヨルルヨルリュヨルヨルリュソヨルヨルリュソサルらしいです。ヨルヨルヨソサルヨルヨルヨソサルヨ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 ソサルだって。サル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 が年なんだって。ヨルヨルヨルリュソサルヨルヨルヨルリュソサル。ちなみに韓国は数えるさ、そうですよね、そうですよねとか言って、なんか私は韓国だと18歳です、もう今多分きっと、そう、うん、そう、ヨルヨソサル、ヨルヨソヨルリュソヨルヨルリュソサルって書いてある、ここに、この人が言ってるんですよ。ヨルリュ言えない、これこれ言えないよ、ヨル言えないよ、これヨルヨルリュソサルって言ってる、そう、そうなんですよ。韓国ってあれなんですってよ、なんか0歳がないんですって、1歳から始まるんですって、そうだからもう私はだから18歳になっちゃう、韓国だったら。日本で言ったら成人ですか。まだだった、まだまだだったね、私が19歳の時に日本の成人年齢が変わるんですもんね。そっかそっか、間違えた、なんか今カラスみたいなの出てきちゃった、自分の中でびっくりしたな今、うん、びっくりした自分でもね、最高、そうカラスがいたね、カラスいたね、昔の競走馬の数え方、あ、そうなんですね、なるほど。1月1日が過ぎたら、そう1月1日が過ぎたらみんな年齢が1個上がるんですって。だから私だからもう今18歳なんですよ、韓国年齢で言ったら、やば、大人2歳も違うって怖いね、怖いよね、怖いよね、普通にね、そう、自分の中のカラス出てきた今、びっくりした、そう、なかった、わかった、逆にどうですか皆さん、みんなで英語とか中国語とか韓国語とかスペイン語とか、あと何かだっけ、待って出てこない、なんだっけ、スワヒリ語とか勉強したらみんなもめちゃくちゃ頭良くなるくないですかね、っていうだけ言いたかっただけだから大丈夫。一時期ねスワヒリ語も勉強しようと思ったんですけど、ちょっと難しすぎた、スワヒリ語は、そう、なんかスワヒリ語ってかっこいいなと思って、そう勉強しようかなって思ったんだけど、ちょっと難しかったよね、スワヒリ語マジで、なんて書いてあるのかすらもわからなかったし、どうやって勉強するのかもわからなかった、全然、そう、マラカちゃんが教えましょうか、じゃあね、テリマカシ、テリマカシでありがとうらしいですよ、スワヒリ語。そう出たけど、そうスワヒリって何、言語、はい、こういう時の通訳です、韓国語で言語とはハッシュタグハッシュタグ言語、うん、ちょっと全然何言ってるか分からないんですよね、オノオノオノですって、なんか日本語ですね、日本語でも日本語でオノって言ったら言語って言ってることになっちゃうよね。何やってるんだろう私、オノオノって言ってました、オノって言ってた、びっくり、じゃああれじゃないですか、オノごめん、ガチで今日ちょっとおかしいんです、テンションが、ごめんねみんな、
ごめんね。オーノーって言ったら、ゲゴー、ゲゴーって。ゲゴーってなっちゃう。オーノーって言ったら、ゲゴーそう。最近おかしい。ああ、そうそうそう。正解。正解、正解。スワヒリ、スワヒリは、オーノー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 。ほらこれでみんなも覚えたじゃん、言語を韓国語で「おのう」「おのう」っていうね。16歳謳歌してて何よりね、ほんとにやっぱ16歳は最後まで楽しまないとね。ねえみんな、もっと落ち着いた人だと思ってた。あ、なんか私落ち着いた方がいいかな。そう、誕生日近くなってくるとやっぱね、毎日テンション高くなっていっちゃうんですよね、誕生日に向けて。そういうところある、ほんとそういうところある。そういうこと。急にそうそう、急なんだよね。そう、何事も急だよねって。そうだよ、もうどうしよう。配信はするけど、でもなんかそのさ、100回までのその間になんかね、なんかちっちゃいでしか大丈夫か、うん、なんて言ったの、なんて言ってんの。そうだからね、17歳は嬉しいの悲しいの、嬉しくもあり悲しくもある。16歳の自分とお別れしなきゃいけないから。でも17歳の自分と会えるから嬉しさもある、でも悲しさもある。そう、でも私は気づいたんですよ、英語の勉強をしてて。英語ってなんか自分で読もうとするじゃないですか、単語とか。私読めない単語しかないんですけど、本当に、うんと、ワンダーとか。でもこれって日本語じゃないですか、ワンダーって、ワンダーって言ってんの。やっぱだからやっぱね、そのね、本当の国の言語のなんかやつを聞いてやるのが一番勉強としてはいいんだろうなって今になって気づきました。うん、ワンダー、ワンダーってなっちゃうじゃん。そうだから、ネイティブで発音できるのが勝ちなんだろうなって思いました、私は。それでは聞いてください、これからワンダーラン、ふふ、最高。そう、テンションがね高いのよ本当に。そう、今日何かやってる、どういうこと、どういうこと。何もしてないよ、テンションが高いだけなんです、本当にテンションが高いだけ。今日はなんでテンションが高いんだろうって思ってもあんま分かんないんですね、自分でも。なんでテンションが高いのか、うん、分かんないんだけど。そう、そういうこと、そういうことなんです。生粋の日本人だと再確認しましたありがとうございます。頭の上でハート作ってください。どういうこと、こっち入らない、これ。これさ、服が黒いとさ、光飛びがすごいね。ね。ね。そう思いません？そう思うよね、みんな。プーさん。プーさんのこの触り心地がいい。ベイマックスも負けてないけどね。最近黒い服着ないようにしてたよね。うん、でもめちゃくちゃ忘れてた。なんか最初青い服を着ようとして、あ、青はダメなんだったと思って黒着たら普通に黒だったっていう。間違えた、そう、間違えたよ、間違えたんだ、ごめんねみんな。
逆にちょっと待って、プーさんちょっとシットシット、カラドゥカラドゥレローマ字読みしかできない人間です。こんにちは。なんて読むんですかこれは一体、全体合体カラドゥレ。クレイドル、あークレイドル、なるほどなるほど、クレイドル、クレイドルね、クレイドル、ゆりかごって意味なのこれ、え知らなかったんだけど、ちょっとびっくり、初めて今知った。ゆりかご、ゆらゆら、ゆらゆらゆりかご、ゆらゆらゆらゆりかご、そう、やばってごめんて、ごめんて、あ、じゃあ分かった、韓国語でね、パングーパングー、はい、なんでしょう、みんな当てて、パングーパングー、なんでしょう、なんて言ってると思う私これ、みんな当てて、パングーパングー、パングル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 、なんて言ってると思うみんな、お、あ正解、あ正解正解、うん正解、そう、これ喋れるだけでなんか韓国語喋ってる風に見えるから永遠にこれ喋れそう私、パングルパングルパンチャパンチャ、あとあと待って聞いて、トゥグントゥグン、はい、なんでしょうなんでしょう、トゥグントゥグン、なんでしょう、トゥグントゥグン、なんだと思うみんな、トゥグントゥグン、トゥグントゥグン、なんでしょうこれは、おー正解正解、そうドキドキって意味らしいですよ、トゥグントゥグン、これでみんなも覚えられるじゃないですか効果音が、はいみんなパンチャ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 パングルパングルトゥグントゥグン、ほらなんといい、なんといいことですか皆さん、これで私のおかげで、ね、効果音出せるようになりました、みんなも。イエー、吐いた吐いた、やったね。これでみんな、無理覚えられ。覚えて一緒にやってよ、画面越しに。もう一回いくよ。パンチャパンチャパングパングトゥグン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 、ほら、なんていう。なんていう素晴らしい英会話、英会話じゃない、なんていうのこれ、素晴らしい韓国語講座すぎる私、パンチャパンチャパングルパングルトゥグン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 、楽しいねこれね、ね楽しいねこれ、ためになるね、そうリピートしたの、あら偉い偉いね、偉い偉い、それは偉い、うんね、本当に韓国語の勉強みんなこれできましたよ、これでパンチャパンチャパングルパングルトゥグン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 、日本語でやってみなって、日本語でもうさ、キラキラニコニコドキドキ、キラキラニコニコドキドキ、もうやっぱね16歳でしかできないことって世の中にいっぱいあると思うからさ、やっぱ16歳のうちにねこういうことやっとこうと思ってね、そういうことみんな分かった、そういうこと、外でやった、外ではやらないように気をつけて、うん、日本語だと辛いな、そうなんです、そうなんですよね、ここから見始めた人は何思うだろうね、そうだと思う、本当にそう思う、私も韓国だと、韓国語だと可愛くなる説立証、韓国語の方がキラ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 
パンチャパンチャ、確かに韓国語の方が可愛いかも。なんかさ、パピプペポが入ってる方が可愛い気がする。パピプペポじゃないですか。どうも、キラキラニコニコ、キラキラニコニコ、パンチャパンチャ、トゥグントゥ、間違えた、パンチャパンチャ、パングパング、なんか パピプペポが入ってる方が可愛いですね、こういう時って。超超超何、超冷静に分析うん、超冷静に分析した今私ね。確かに意外にやっぱそう思います、皆さんそれは言えてるね。そうだよね、そう思う。そう、ね、うん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 パグチパナカ、でも、ちょっと可愛いのが悔しいけど、違うからやめてよ本当に。日本人だから可愛く聞こえるんちゃう。あ、それもそうかもね、確かに。日本語はニコニコとかキラキラっていうやつだからさ、そう感じるのかもね。確かに、あり得る、あり得る、あり得る、全然あり得る。うん、ね、そう。でもなんか気づいたのは、まあ携帯でも勉強はできるんですけど、スタートダッシュはやっぱり本の方が勉強できるなって今更ながら気づきました。本の方が勉強できるなって、読むから。うん、韓国の人は日本語が可愛いと思いますって言ってる。そうなんですね、日本語って可愛いんですかね。どうなんだろう、やっぱさ、自分の国の言語だからさ、可愛いかどうかとか分かんないですよね、自分の国の言葉。キヨーって言われました今私。可愛いってみんな、私可愛いって、私可愛いってみんな。勉強おーよーうーゆーうーい、10個あるんですよ多分。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 あれ9個だった、あれ、あやあやおよおようゆうい、あれ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個あった。そう、10個あるんですよ。そうだから大変なんですよ多分。だから確かに日本語だったらあいうえお、あいうえおだもんね。確かにそう思うわ。ありがとうございま、ございます、ございます。そう、そう思う。そう。でもちゃんとこれで私がちゃんと勉強してるってことがみんなに伝わったら、それが満足。ただ勉強してるっていう事実を知ってほしいだけの人ね。ちゃんと勉強してるんだよって。あ、みんなが褒めてくれる、優しい世界だ、優しい世界だ本当に。みんな本当に最高、最高だ。昨日勉強してたのは韓国語、昨日は、まあ、韓国語も勉強してたけど、あと普通に提出物、提出物っていうかなんて言うんだろう、提出物ではないけど、ただただ勉強してた。そう、ただただ勉強、うん。でも数学がやっぱりちょっとまだ分かんないんですよねっていう、ちょっと数学頑張らない。でも英語を捨ててる時点で結構問題なんで、ちょっと英語捨てないように頑張りたいなと思って生きてます私は今。そう、英語の母音は21個。あー、そっか、そんなにあるのか、だから私できないんだ。そういうことだ、そういうことだな、多分分かった。うん、最高はチェゴ。あー、知ってますよ私、ここに書いてあります多分最高って単語。チェゴ、チョアよ、チョア、もちょ、ほら、アムちゃん、カドゥ、ムーロン、クレ、
くれそう？くろくな。うんうん。ほら、え、私なんか今喋れてる感じ、雰囲気が出てる。多分日本の人から見たら、韓国の人から見たらどうかわかんないけど。さあなんでしょう。さあなんでしょう。問題ですよ皆さん。囲碁なん。囲碁。確かにね。あ、まあ正解ですね。マサさん。マサさんかな。まあなんとなく正解。これ、うん、これはみたいな意味っぽいです。多分わかんないけど。囲碁ね。次。これはもう、これ早い。あ、正解。一番ちゃんと正解は、メグタン。メグタン、正解。さあ、続いて、いきます。これはもう早いもん勝ちです。いきます。ちんちゃ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 ましそう。ちんちゃちんちゃちんちゃ。え、自己成果。ブップ、違うわ。それな、違うな。あー、おー、すごい。めぐったん、正解。ほんとって意味です。ちんちゃほんとちんちゃちんちゃって、あー、でもほら、やっぱみんなわかるじゃないですか。ほんと。これはね、わかるよね。美味しそうな新しいスイーツだからさ、なんか、ね、詰まりすぎなんだよね。あの、すべての、もうさ、ちんちゃに詰まりすぎなのよ、それが。うん。違うからね。はい、次いきますね。ジョンマル。ジョンマル。ジョンマル。ジョンマリエよみたいな感じで使います、これは。私の雰囲気でわかるかな。ジョンマル、ジョンマル、ジョンマルみたいな。なんか、ちょっとルールがあんまりわかんないけど、ジョンマルみたいな。ジョンマリエよみたいな感じです。ジョンマリエよみたいな。ジョンマリエよみたいな感じです。さあ、皆さん当ててください。これは何でしょう。4時に丸いに集合、違うんだよね。まあ、確かに、マリエよって言ってるからね。そうなるかもしれないけどね。うん。頑張って、みんな。みんな頑張って。当てて、みんな。当てて、当てて、当てて。当てて。当てて、待って。当てて、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 当てて。お！正解！あやたん！あやたん、正解です。あやたん、正解。本当に？っていう意味。ジョンマル、本当に？ジョンマリエオは本当ですかみたいな感じらしいです。すごい、これいいですね。これみんな頭マジマンジ違いますね。うん、マジマンジは違うね。次次、ヒムネ、ヒムネ。すごい、私の発音が絶対おかしいんだけど、ヒムネみたいな、ヒムネみたいな、ヒムネみたいな、伝わって。さあさあ、誰が当てる。島根。まあ確かに確かに、じゃあさ、雰囲気は似てるよね。うん、お、正解。トルコの人、正解正解正解。頑張って頑張ってです。頑張って頑張って頑張って。暇な人は島根に集合、違うんだな。うん、だから詰まりすぎなんだよね、単語がね。うん、単語が詰まりすぎなのよ。はい、これも早いもん勝ちです。いきます。けんちゃな。けんちゃな。けんちゃなよ。けんちゃなせよ、ね。はい、次。ワンビョッケ。ワンビョッケ。さあ、わかるかな。お、ん、じゃあ、体で表しますね。お、ワンビョッケ。ワンビョッケ。みたいな。あ、ワンビョッケ。みたいな。ワンビョッケ。みたいな。わかるかな。あ、ワンビョッケみたいな、わかるかな。の、正解正解正解。にゃんたさん、完璧みたいな感じらしいです。ワンビョッケ、一ニョッキって、二ニョッキ。うるさいね、ほんとに。さあ次行こう。はい、これも早いもん勝ちです。皆さんいきますよ。こまおこまおよ、こまおこまおこまおよ、こまおー、こまおよー。なんでしょう。こまおー、こまおよー、こまおよー。来るかな、来るかな。お、トルコの人、正解です。ありがとうって意味です。こまおよー、ありがとう。そう、こまおよ田口
ありがたぐちだよね、こまやたぐち。さあ続いていきますよ、続いていくよ。おお、ほら、はい正解、におちゃん正解。はい、かわいいね、私のことだよね、本当にそう、本当にそう。あ、天才賢いかわいい、あーうーんなるほどね、うん、超絶美少女顔面告白、まあ、確かに全部正解かもしれないね、うん、否めない否めないね、それは惜しいね、かわいいでした、うん。イエッポイエッポ、うん、これはねレナッチさんとかアンニンさんとかに言う言葉かな、イエッポイエッポみたいな、イエッポかわいいみたいなニュアンスです、わかるかな、イエッポ。ああ、またまたニオちゃん正解、綺麗っていう意味らしいです、合ってるか分かんないけど多分綺麗意味、こんな感じだな。ああじゃあどこまで行ったか、ここか、うんと、じゃあ行くよ、アジチョアヘヨ、わかるかな、さっき出てきた、出てきてないな、とっても大好きですって言いたいときは、アムちゃんアムちゃんアムちゃん、アジチョアヘヨって言えば伝わるみたい多分。あとなんだ、いっぱい好きですって言いたかったら、いっぱい好きですって言いたかった、カドゥカドゥチョアヘヨって言えば伝わるみたいですよ。こうやって組み合わせることによって頭良くなりそうですね、確かに。くれくれそうは、そうなの、それで黒くな黒くな、なるほど黒くな黒くな黒くな、はい、こんなことしか喋れない私、はい、おしまい、おしまいです。よくしよくしってよく言いますよね、私聞いたことあるよドラマで、よくし調べよう、よくし、やはり、あ絶対女子は私の言い方違うと思う、確かに聞くかも、そう、熟し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 、結局一つも覚えられなかった、なんでなんでよ、覚えてよ、こんなにいっぱい言ったのに、私も全然覚えてないなんて言えないな、え、うん、そういう時もあるよね、そういう時もあるよねあるよねって、そう、そういう時もあるよね、熟し、よろよろよくしよくし、黒くな、なんかそういるみたいだから、だから皆さんね、ぜひあのー、楽しみにして来てくださればいいなというふうに思います。チケットはねなんか取れるっぽいのかな、スペシャルゲスト、うん、そう、そうなんですよ、荒野行動やる、いや荒野行動やらないと思いますよ、わかんないけど多分そうだから、でもあれなのでね、ぜひ来れそうな方は来ていただければいいなと思います。何時から、ちょっと待ってね、何時からだろう、何時からだろう、ちょっと待って、どこに載ってるかな、それ黒くな、待って、ちょっと待ってっていう韓国語ね、最近覚えた気がしたのにもう忘れた、19時
19時らしいです。チャッカマンってたまにね、火つきにくい時あるよね。うん、ショールーム配信しなくてもいい、あ、しなくてもいいそうですと、いいそうですと。ちょっとあんまり、一応自由席もあるそうです。皆さん一応自由席もあるって、予約席と一般席があるそうです。予約席の方がいい席なのかな、ちょっとわかんないんだけど。これか、予約席が先行で抑えられる。なるほどなるほど、あった。事前、あれこれ違うの見てるな、私絶対わかんない、見れない、見れないよ、見れない、わかんない、誰かわかんないよ。事前ツイッター見てるんだけどね、あんまわかんないんだよね。6人4人2人とかで、あ、1人では予約できないの。いい席で見たいなら予約を、だそうです。皆さんいい席で見たいなら予約してくださいって。別にでもまあそ、まあすごい後ろ、結構近い、お、前の席は予約入ってる。ああなるほど、多分大丈夫な気もするね。結構近い感じだと思いますってみんな言ってる。私も近いと思いました、うん、だからね、来れそうな方はぜひ来ていただけると嬉しい。すごいね、そのスモールワールドの中も本当に面白いところがねいっぱいあってすごい楽しいから。あとはそのメンバーのなんかねミニチュアサイズのフィギュアとかも置いてあるから、そういうのも探すこともできますし。おー、1万人突破、やったー、ゼロ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 、パチ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 、そうだから皆さんもぜひ、これそうだったらね、多分周年公演はね倍率がかなり高いと思うのでわかんないけど、だからね生で会える16歳の私で言うと多分6日が最後になるのかなっていう感じだと思うので、ぜひ気になる方は。今回は本当にめちゃくちゃ面白かった。やっぱ千織さん率いる中西会のその優な方でしたし、ぜひ見ていただきたいところだなと思います。そう、 MC ですのでぜひ見ていただければなと思います。ぶりっ子とか向いてないんですよね本当に。分かった、萌え袖にしとけばなんとかなるっていう定理ですね。いきましょう。はい、次なんかありますか。ありがた口ポーズないんだよね。ありがた口ポーズとかなんだろう。いいねいいね、いいね。はい、次、次何ですか。もうね16歳のうちよ、本当にこんなことできる私、本当そう思う。キュンです。もう少し長く止まってて、ロケポーズ映んないよ。あ、はい、あーナイス。ちょっとプー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 、ベイマックス、私の相棒ベイマックス、おし、見えてるかな。はい、あと何かあります。ビス、すっごいプーの毛がいっぱいついてる。次、ドアップ。入らないんだけど、顔が顔が入らないんだけど。
そう、今日カラコンつけてるんですよ。緑色のカラコン。シャキ。はい。こんなもんかな。うん。久しぶりにスクショタイムした。このカラコン、そう、私も好きなんですよ。私も好きな。じゃあ、へよーん。ということで。ウィンクください。よっしゃ、最後に言ったろう。ウィンク。私のウィンクは早いです。取れるかな、みんな。みんな、じゃあ、私のウィンクを取れるかなっていう回。あの、スピードはもうかなり早いです。スピーディーです。スピーディー。いきますよ。いくよ。3、2、1。どうよ、みんな。取れた？取れた、みんな。私のウィンク取れた？私のウィンク取れた？みんな。取れたの？取れたのかな？取れた？すっごいね。早すぎ。取れた？え？なに？取れた人すごいね。よし。半開きでした。やめてよ。変な写真撮らないで、みんな。わかったわかった。あ、ありがとう。ありがとう。ちゃんと固めつぶってる、すごいね。よし、じゃあ。ごめんね、ダメだ。はい、じゃあ。たくろうさん、第5位、ひろめさん。第4位、中地さん、ありがたげちでーす。パチ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 。さあ、トップ3いきます。第3位、たこうさん、ありがたげちでーす。16キリリー。第2位、ギヨンさん、ありがたげちでーす。パチ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 。あ、あ、とか言って、あ。はい、そして、田口マナカルーム、1853分の1を獲得したのは、バン、み、まみ、み、みそ、みそ、みそる、みそるむ、みそるむ、い、みそるむい、ら、ら、は、ち、あーむ、あーむ、あ、あん、ね。ツイッターでもまあいいんですけど。はい、そんな感じです。ということで、今日の配信はこれで終わりです。時間ぐらいやって、1万人超えたね。嬉しいね。ありがたい。ということで、今日の配信はこれで終わり！みんな、おやすみなさい。バイバイ。おやすみー！